これ。横でもいいし、後ろでもいいです、見る方。こっちの見たいポーズ。こんにちは。おはようございます。おはようございます。どうも。今日は？今日はイベントです。今日は藤原プロのイベントに、もうちょっとスペシャルゲストという感じで、スペシャルコラボイベント。はい。レッスンですか？そうですね。レッスンもちょっとあるかもしれないですけど、まあどちらかというとこう、まあ単テニス楽しんで。まあ、中には何回も参加されている方もいるので、まあ、久々に近況報告を兼ねて楽しくて、またまあ学べてみたいな。あとはリカちゃんに任せてます、はい、今日もともとオフだったんで、まあ、ちょっとイベントで僕も楽しめたら、はい、と言いつつちょっと怪我しちゃいけないんで、こうやって一応準備はしてますけど、はい、あといいねテニスをちょっとお見せしないと、やっぱ試合と同じぐらいちょっと緊張はあんましないですけど、はい、まあ、準備はしといた方がいいかな。楽しみです。最初こうだったんですか？ここら辺にずっと出してた。じゃあ最初フォアで、この後皆さんやりますから、よくイメージしといてくださいね。まずこの1本目から思いっきり大きく、もう今アウト3本ぐらいしましたけど、これでいいと思います。いや、これでいいんですよ。このぐらい、まずやっぱウォームアップなんで、初めからコートに入れようとか、こうみんな見てるからカッコつけてなんかナイスショット狙おうとかっていうのはしなくて大丈夫です。やっぱこのぐらいアップなんで、あの大きく大きく、何でしょう、自分の持ってる、力や体重っていうのをあのぶつけるような感じで、ミスを恐れない。ミスしていいです、最初は。で、こう見ていくと、例えば右利きの人の場合はボールの後ろに右足がしっかり最初入ってるんですよね。この右足、リカちゃんの右足にちょっと注目してみてください、はい、ここが入ってるって。これがちょっと右足が全然入ってないバージョンだと、こうありがちな、こう使う、はい、しっかり右足を入れてあげるとバチンと力を、まずフットワークは、まあ、その辺をちょっと、おお、ナイショ、はい、なんで、最初フォアハンド、あのミスを恐れない、もう大きく自分まずはカッコつけない、もうアウトしてもいいんで、しっかりもうね、彼女ってもうでもできない3球ちょっとアウトですけど、そのぐらいの感じで打ってるから、入れようとして、最初から入れようとしてると、どん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 小さくなっちゃう。最初はもう大きくて、コツとしては、しっかりフットワークを右足をしっかり入れてあげる。でそこからオープンで打とうが、クローズスタンドでやろうが、もうそれはもう皆さんの好きな方。でもここが入ってないと、やっぱもう、パワーも伝えにくいし、振りにくい。マジでその2点。で、バックいきますか。なんかありますか、フォアで。フォアはもう、本当に松井さんがおっしゃった通り、この右足がセット、
これね、僕解説したいんですけど、うますぎてこれちょっと何を解説か分かんないですけど、このリカコのバック、ジャックナイフっつって、もう本当に男性でも難しいようなやつ、綺麗なやつ打てるんですよ。だからこれさ、ちょっとジャックナイフ打ってほしい。これ解説聞いてちょっと俺も楽しんでみたいな。おいおい、オッケー。もうちょっと深め、もう簡単すぎるって。もうもう、はいはい、苦しい時に使いたいんですよ。だからバウンドが高くて打てない、打ち上げるしかない、逃げるしかない時に、そうじゃない方法もあるだろうっていうことですよ。忍者みたいな、お願いしますよ。はい、ごめんなさい、はい、解説お願いします。バックの話、はい、バックは私も覚えるのが大変でした。なぜなら窮屈で自由がないから。でもそれを逆手に取ると折れにくいですので、この三角形とか窮屈なところで最初は自由が効かないから、いろいろ手打ちしたくなるんですけど、それをやってるといつまでたっても上達しにくいので、窮屈なところでやってるうちに今度は体幹がしなるようになるんですね。体幹が硬いから窮屈だと思ってたのが、このまま体幹がしなる、そのパワーを使えるとインパクトの力が増える。窮屈だけどなる。よそう、修正が来やすい。そうなんです。お、大きいところからだんだん調整していく。もう最初が入れに行って、それミスった時にはもう調整がね、難しいんで。そうです、なるべくスタートは大きく大きく、よいしょ、オッケーオッケー。これが自分の回転量を調整していくんで、スタートから大きくって言ったら、まあ、確かに僕言ったんですけど、これが顔が大きくだとやっぱ調整し、修正しにくいですね。これだと回転量で修正しやすくなるから、すごい楽な、スイングスピードを変えない。少しちょっと縦回転意識したいと思います。リカちゃん、ボレー行くよ。皆さん、スタート地点を覚えてください。はい、ここがすごく大切なんですよ。ファーストボレーの練習ですよね。まず1球目のボレーってファーストボレー当たり前なので、なんですが、ジュニアからここってダブルスのコーチだけやる人ないんですけど、ダブルスでもやっぱりミドルのボレーが一番難しいっていうところで、ここから入ってます。基本のボレー、どこでもいいし後ろでもいいです。見る方、こっちの見たいポーズです。ご確認ください。ここに無駄がないのが分かりますから、ボールが来るところにご準備されます。
してミスをしてしまうから、その時にこの位置関係がすごいいつも動いてグラグラボールが来た時に、あ、この距離です、あ、この距離ってなってるんですけど、ここが行って、で遠い時にはどうするかっていうと、じゃあちょっとまたさんに遠い飛びつくこれ、ね、足が近づくここ一切触ってない、足が結構バックが難しいっていう声を聞くんで、バックをぜひ この辺から、私がまあ分かりやすいのは後ろかな、でも横でもいいかもしれない、あとこのステップね大変ですけど、ミッションになると一段とレベルアップします、まあまあまあ、この左手の中心で力を出すためにどう動いてるか見てください。引いてるんですよ。ここでパンチと同じように引いてた。はい。あと横から見るとしたら、この股関節と足の角度、もう一度お願いします。この角度保とうとしたら結構タフです。この角度。フェデラーもそうですけど、松井さんのこの角度が美しいです。この角度。これがとっても大事。もうここだけ準備しとけば、なぜ入らないのっていう。あとは、この辺が邪魔しちゃってる可能性があるので、この角度、この角度に対してボールがそこに来てくれるわけじゃないので、動く。動く。はい。いい形で。ちょっと下時ってすごく、バーンってやってるイメージがあるじゃないですか。なんかわかんないけど、よくやると、こうなんかみんなこう、俺イメージ見てるバチッなんかこう振ってるって、だからこうやってる感じするじゃん。わかる、皆さんイメージ。でもそれ、全く実は必要なくて、あれはたまたまちょっと俺も持ってやりました。本当にやってもらいたいのは、本当にやってもらいたいのはもう当てるだけなんですよ。もうここのスイートスポット、今ね、最近のラケット上の方なんですよ。ど真ん中じゃないんですよ。最近ちょっと上の方にあるんで、ちょっと真ん中より上の方に、ね、あのできる人、この真ん中のちょっと上ぐらい、そこにポンと当てる感じでドロップで構わないです。最初はまずそこからです。そこからその後ババーっていうのをやってから、こんな変なステップできるわけないじゃんって思って降りたんだけど、ね、そうね、分かる分かる。でまずは女性軍はまずここにポンと当てる、これやりましょう。じゃあいつもここって言ってたけど、ちょっと3分ぐらい前入ってもらって、まずこれだけ。で、2球目ちょっと飛ばす。で、3球目に足をポンとちょっとなる。こんなもんです。まずこれでさっき言った真ん中ちょっと上のここ、これを感じ取って、そっから色付けしていきましょう。OK。OK。じゃあ3球目、ちょっと中の人、ちょっと中から入って、ああ、OK。相方の3球 OK。3球よかった。え、そうそうそう、3球目も全然ガチだったよ。でも最初に行きよかった。はい、はい、あ、当てるだけ当てるだけ当てるだけ、そう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 、今の分かる。3球目しっかりこうやって見てたけど、2球目なんて絶対当たるわね、全然当たってないから、はい、で言ったら3球目にこんなやって集中してさ、真剣だって当てに行ったでしょ。でしょ、全然もうビデオ撮ってたから俺の言ってることが分かるから。ありがとうございます、はい、反省します、はい、あ、もう終わっただから、じゃあボール拾って、ありがとうございます。まあまあ真ん中、真ん中、それだけ、はい、はい、はい、ラスト、おお、そんなもんで最初、はい、オッケー、交代、いやちょっと緊張しました。はい、あのプロなので絶妙のところに落としてこられますよね。そうですね、はい、なんかあの前にポテンと押されたりとかして、ちょっとまだ緊張してます、はい。
ポイント取りたいですね。取りたいです。取ります。次やります。はい。はい、なんかちょっと弱々しい。こういうイベント参加されるときに松井さん大事にしてることとかってありますか？はい、まあ一生懸命やることです。あとこういうのも短い時間なんで、今日はちょっと人数多いですけど、いつももっと少人数でピンポイントできるんですけど、今日みたいな日はやっぱ本当1秒たりとも無駄にしないっていうところがあります。はい、どうですか最近ボレーは？あ、ボレーものすごく分かりやすいし、やっぱりあの楽しく教えていただいてるんで、もうこうすごくためになるし、なんかこれからもうちょっと頑張ろうかなって気になります。はい、聞きました。今の最高のコメントです。ありがとうございます。ファンの皆さんとのつながりは、あ、いいんじゃないですか。やっぱこういうことよ、はい、やっぱテニスって必要だと思うし、僕自身もやっぱあのまあ、今コロナでね、遠征も行けない時だから、やっぱり、ちょうどいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。